はい、おはようございます。キンキン裂けるチーズでジャペンの膝も裂けちゃうのでメジャパンです。今日お願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンこと先にぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをね、やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ今日もね、冒頭リュウさんです。これはですね、2日前にやりましたね、父の背中を見せながら膝かっくんジャペコのやつなんですけども、その時にね、連発してくれてるやつで、キンキン裂けるチーズでジャペンの膝も裂けちゃうきた言うてますけども、リュウさんね、僕の弱点知ってます、知り尽くしてます、狙ってきます。恐ろしい、本当にリュウさんいつもありがとうございます。さあ今日も喉乾きました、ビールぶっ決めていきましょう。さあ今日飲んでいくのこちらです。買ってきました、僕ビール君ビールってやつで、カエルの絵がですね描かれてるやつなんですけど、ヤッホーブルーイングさんから出てるやつなんですけども、アルコール分 6% 高めで IPA ですね、出た。横にはですね、ビアスタイルブリュット IPA って書いてて、上品なキレのある甘さと爽快でトロピカルな香りって書いてますね。めちゃくちゃうまそうですね。うわ、テンション上がりますね。さあぶっ決めていきましょう。さあ今日もキンキンに凍ったジョッキとジョッキーショジョッキしか勝たん、最高。さあ行きましょう。喉乾きましたね。アルコール 6% はガツンときそうですね。あ、くしゃみが出そう、やばいやばい、やばい、おー、あぶね、あちょっと泡が多くなった。あ、泡が多くなった。匂い、めちゃくちゃうまそう、これやば。これやばいわ。さあ期待できそうですね、僕ビール君ビール IPA ですね。飲んでみましょう、いただきます、いってきます、乾杯。ビールじゃないってば。すごいわ、もうこれがビールですか。さあ飲み切りましょう、乾杯。はい、お疲れ様でした。ガム飲みしてました。今日のやつですね。まず、匂いがほんとすごいですね。強いっすね。柑橘っぽいっていうかね、トロピカルですね。ほんとすごい。テンション爆上がりになるんですけど、そして飲んでみてもね、もうね、なんかビールの要素がないっていうか、これはビールですか。ビールなんですけども、いやー、やっぱね、この IPA っていうのはね、ビールの概念ね、ぶっ壊してくれますね。ほんとすごいですね。確かこれコンビニローソンで買ったと思ってますね。ほんと美味しいですね。絶品ビールだったんで、もしですね、まあ、飲んでみたくなった気になった方でしたら、ぜひね、試してみてください。さあ、最後ね、次回公開です。明日なんですけど、こちら行きましょう。ウィルキンソン炭酸のクラッシュマスカットってやつがあります。これですね、まあ前も違ったフレーバー飲んでますけど、クラッシュシリーズめっちゃうまいんですよ。なのに、まあ無糖でね、ゼロカロリーと、これほんと優秀なんですけど。さあ、マスカットうまそうですね。で、ウィルキンソン刺激強そうですね。楽しんでいこうと思ってるんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい。では、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。やっぱり IPA マジうまいわ。オーライさんです。